おはようございます。小平です。僕は今オーストラリアに来ています。榊原家にね泊まらせてもらって1週間ですねお世話になっています。今日はですね、午前中トレーニングして午後はみんながオフなのでおすすめのランチがあるそうなのでそこにね連れて行ってもらいたいと思います。小平です。違う、違うだろ。どんなお店なん、なの？なんかトレンディっぽい。トレンディっぽいんだ。トレンディっぽい。なんか写真撮ってアップしたいみたいな。だから出てくる。あやちゃん、今日の服かわいい。かわいい。いやいやいや、食べ物出てくるのが、うん、すごい美味しそうに出てくるの。あ、美味しそうに出てくるんだ。フォトジェニックなんだね、じゃあ。フォトジェニックなところです。なるほど、なるほど。フォトジェニックって言ったらさやちゃん。うっそ。かわいい。こんにちは、小平です。こんにちは、海平です。こんにちは、大平です。こんにちは。噛んだ噛んださやへーさやへーね。珍しい4人が揃ってますね、今日は。この4人揃わないね、なかなかないよね、うん、もうよくある3人に、まあ、確かに俺が加わったって感じだよね。小平久しぶりだもんね。そうだね。今日はどこ行くんですか？フォトジェニックなご飯を食べに行くんだよ、今から。Excuse me. すいません。すいません。まず呼ぶ。なかなか来なかったら、ちょっと声上げて。Excuse me! という、めっちゃ見られて。大きな声で言うのね。はい、ポイント2。ポイント2。好きなものを頼む。はい。例えば、今回俺は、ターマリックラテ。はい。Can I please have please を入れる。Can I please have a turmeric latte? Can I please have a turmeric latte? 以上。ありがとうポイント3。はい。ウィンク。あ、ウィンク。Can I please have a turmeric latte? で、帰ってきたら美味しいラテが。ああ。以上、榊原会の注文ポイント3段でした。ありがとうございます。皆さんも頑張って海外で美味しいターマリックラテを頼んでください。今、海君に教わったので、今教わったね、言い方で注文したいと思います。We can say to you.Excuse me. Can I please have morning glory? なんでこういうカフェってさ、毎回こんな美味しそうなアボカドを用意できるんだろうね。トイレ行ってみな、めっちゃあるよ、アボカド。なんとカイ君がごちそうしてくれました。ありがとうカイ君。ご苦労様です。ありがとうカイ君。いやいや、おごってもらった時は Thank youThanks, mate. You're a legend. って言うから。そういうことか。Thanks, mate. You're a legend. Anytime. え、美味しいお昼を食べて、ビーチでお昼寝をしたので、もう一回コーヒーを買って帰りたいと思います。最高ですね。いいね、こういう日もね。そうですね、 BMX の中じゃないとなかなかこういうね平日に暇な人はいないんで。光栄くん、大地くんいるとやっぱ楽しいです。ああ、よかったよかった。俺も楽しいですよ。あ、よかったです。ラッチってクリップついてんの、ピッて引っ掛けられるようになってる。なるほどね。スケートボーダーとかがサングラスしないときにここにつけても落ちないように。あー、カクタスフィルムズ。